こんにちは。これから実技を担当します、矢野先生です。で、動画、そしてデモンストレーションをやっていただく池田坂巻君です。よろしくお願いします。まずですね、最初に、IGF の採点方法と日本の採点方法の違いっていう点でお話ししようかと思いましたですけども、ある程度松井先生が国際に関してはお話しされていたので、私の方からは、全日本競技大会の採点については世界と他大会と違いまして、出来栄え点の点数をつけるようになっております。よってミスを探すんではなくて、加点方式ですので、総合的に判断して、点数がつけられます。で、多分皆さん、どういう観点で見てるかっていうのを聞きたいかとは思うんですけども、私個人の採点の方法っていうか、どういうところを見てるかっていうのは、まず、例法から始まって、特に用具を使う護身術とか、決め技、決めの方に関しては、礼法がしっかりできているか、練習しているかしてないかっていうのは、用具の使い方にもまず目を当てます。要はきちっと持てばいいんですけども、こうやってずれたり、音をかけたりしていると、あまり練習していないなということで、少し、ランクを下げるような目でいます。で、例法から始まって1本目、2本目ぐらいまでは、で、大体その、この人たちは練習しているから、ある程度できるなということで、少し高い目で、点数をつけております。で、ちょっと練習不足かなというのは、今、お話したように、所作がまるでちょっと、しっかりしてないなということで、少し低めな感覚で点数をつけるようにしております。私が審査員の時はそういう感じで、全ての採点を行っております。何かの参考にしていただければよろしいかと思います。で、今日の流れですけども、実技を中心にお話やっていきたいと思います。とりあえずはデモンストレーションをしてもらって、技を一つ一つ、なぞって、説明していきたいと思いますので、よろしくお願いします。あまりおしゃべりがうまくないので、お聞き苦しい点は、お見逃しください。よろしくお願いします。それでは、デモンストレーションをやっていただきます。
Thank you.
ありがとうございました。これからちょっと少しずつ一本一本技の説明を教本を中心にしたいと思いますのでよろしくお願いします。まずは、受けの動作になりますが、用具の扱いですね。用具の扱い。猫がすると必ず担当は内側で歯を必ず上になってします。で、礼法の時はガチャガチャしないようにしていただければなと思います。で、礼法終わって用具の置き方、扱い方ですね。礼法終わって用具を置きにした時は気をつけ。そのままで整頓します。用具を置きます。基本的に大体この間隔が10センチ、まあ、一拳ぐらいの間隔で置いておいてもらえばいいと思います。そして、最初用具を置きに行くとき、最後一番最後用具を取りに行くときは、まあ、気をつけての姿勢で行います。そして試技が始まって、担当上拳を取りに行くときは少し早めですかね。こんな感じで、あります。元をしっかり、理解してください。それでは、試技一本一本に移りたいと思います。一番気をつけてほしいって思うのは、要は、まあ、約束動作といえば約束動作になりますけども、受けがもう動作を分かっている、いい意味で、勝手に動くっていう状況が起きます。もう一本もそうですけども、パッとしたらもう自分で動くというのをやめて、もらった方がいいと思います。しっかり、引かれて崩されて取るということで、お願いします。まずは一本目、両手の指。これはですね、護身術の、まあ、基本は息合いですので、一度前足に止まって、腕を取りに行くんじゃなくて、周りに入ったと思って流れの中で取りに行ってください。ゆっくりお願いします。で、こういう感じですね。起きやすいのは一度止まって、それから、というのは流れの良くないと思います。ここのところは間違えないでください。勢いですので、間合いに入った瞬間に受けは取りに行くということになります。はい、その時に動作を受けを掴む動作なんですけども、しっかり逃げるのが大事かと思います。しっかり逃げられるので、鳥は手を開いてしっかり行って、手この覆いを取って、腕を離してかすみを手刀で打ちます。この時に軽くもう約束動作になっちゃうのは、軽く握って、すぐ取ると力操作というんですかね、こう明快というんですかね、そういうのが見えなくなりますので、しっかり握る。そして鳥は重い、しっかり力を入れて、さばいて外して打つというのが基本となります。それから手を取って分けるために、分けるとして、手を決めます。いいよ。で、巻いておします。この時も、受けが勝手に動か前に行かない、しっかり鳥が引き出して、引いてというところになります。でもう一回、流れで入ります。本当に一番注意してほしいのは、受けが
背を丸めたりしないでください。胸を張った状態でしっかり仕掛けていくようにお願いします。はい、次。これも息合いですので、間に入ったら襟を取りに行きます。襟を握ります。握って押します。一番の柔道着を持つんです。持ってさばくんですけども、この時に柔道着の相手を下を持つと、こちらの方が強くなってうまくできませんので、なるべくすぐ近くを持って大きく開いて、で、腰を開いて、そのまま目つぶしでしっかり打ちます。そして、手を持って、肘に張り上げて、前に引き倒します。で、膝をしっかり相手の背中につけて決めます。しっかり目つぶし、これが目じゃなくて上に行ったり下に行ったりしないようにしっかり打突に部位についてはしっかり、標本にも書いてありますのでそれをしっかりしてください。で、背を取ってやらずに上げます。走ったらなるべく、まあ、上に上げずにその状態でまっすぐ引き落とすこれに注意してもらえればと思います。はい、一つのどこかが分かるように、次、お見送りになりますね。これを回り上げて止まらずに入ったら引きます。この時に引かれますので、顎を打つのが先で、で、それ直ちに持つという情報になってますので、一気に同じ動作をせずに少し、打ったという感じの方がいいかなと思います。はい、はい。ね、そこから開始の音の感覚でやります。この時は柔道着を握ったままですね。握らせたままそのまま体を開いてやります。はい、はい、今3つ息合いでもう3つをしました。多分採点する先生方も一度こう息ながら止まってするのと周りに入ってでは若干の採点の違いが出てくると思いますので、大会に出会える方は極力周りに入ったらもうすぐっていうのをお勧めしたいと思います。もう一回3本ゆっくりやりますのでよく
というのが最初の3問になります。一番得としてはあまりオーバーアクションになくきっと良くないかなと思います。例えば右手取りでこう引き返すのでヒートアップが使えます。わざわざこういう動作はしない方がいいのがオーバーアクションになりますので、極力まあ多少のあれはいいと思いますけども、オーバーに受けが出してアピールをしないようにして、自然にやっていただければなと思います。じゃあ次、タグルが正面から見た方がいい、正面からやってもらいます。3でしっかり、位置をというか、まっすぐじゃなくて3歩目は少し内側に入るっていう感じになります。3ですと、こういう状態ですね。さばいて、で右の側頭で相手の膝の内側を打ちます。打ったらすぐ足を下ろします。下ろして手を下から取りながら足を入れ替えて、そのまま引き出して脇のために、はい、まず向きを変えて、つけて、そのまま、じゃあ、次は、後ろ、エディトリーザーの。後ろ襟取りに関しては、受けの一番注意してほしいところは、こう前に進んで、さばかれるので、手が曲がって横に引く人が多い、いますけども、胸骨とか、あれでは後ろに引き倒す動作になりますので、まっすぐ、こう、引き倒す感じにしてください。多く見られるのが、こうしても裁かれるのを分かっている人がいるので、手が横向きにこう動作が多く見られますので、しっかり引き倒すっていう動作にしてください。で、鳥は引かれたら、左足を相手の右足のほぼ真横っていうんですかね、に来るようにさばいて、しっかりここでさばきます。で、シューゲーズを、で、その後に下から肘を掴んで、そのまま進みます。ゆっくりしますので、さばき、決め方。しっかり首というか、あれ挟んでください。で、手は左が下、右をその上からしていきます。なんか、次、後ろ締め。
3本で切ります。でここでしっかり締めに行ってください。で、鳥はミイラ脂を出してしっかり店で押さえます。押さえて、その押さえたままひねって、この時に手を持ち替えます。持ち替えて肘を矢弾に当てて引きます。引き倒します。というのが、後ろ締めになります。クルスカルは最後、まず動き出しとともに抱きつくときですね、はい、抱きつくときは腰のあたりという言葉がありますので、上でもなくかといって下すぎでもしない、大体この肘のところをしっかりこう抱えるようにしてください。さあ、鳥に関してはまずかかとで打って開いて関節を切ります。これも手首を持ったらひねりながら回ります。回ってしっかり肘を切ります。左で大きく体を開いて投げています。多分これ決め方がなかなか難しいのかなと思いますので、まずは手首を持ったら下に引き出しながら、引いてからしっかり肘を切ります。どういう感じに、いいですね。持ってこの状態でひねりながらしっかりここで切れます。これが決めてないとなかなかうまくいかないので、しっかり決めて体がもう痛いっていう状態になるまで決めた方がよりいいとしてはいいのかなと思います。という感じになります。で、組みつかれた場合の7本終わりました。もう一度ゆっくりにしますので、大事なところをチェックしながら見ておいてください。7本続けてやっておりますI'm sorry.
で、首突きの場合、7分が終わりました。で、今ちょっと有権者の方から指摘されたのは、一番最後、脇がこう、引く時、あまり肘がこう曲がったりしないように、しっかり、まあ、下に引かれて決められているので、こうはならないと思いますけども、まあ、先ほどお話ししたように、約束事になっているので、勝手にもう、とんでもないように、しっかり、取りの方は決めるというのを大事にしていただければなと思います。じゃあ、引き続き、今度は、慣れた場合に行きます。まず1本目、7の内。で、大落としで行きます。これもしっかり、受けの方は、歩いてきてもらえないと構えて、しっかりこの、かすみっていうんですかね、ここを打っていくようにしてください。よく決めてもあるんですけども、お動作が分かっているので、もう適当に自分からこう、行くっていうのは良くないと思います。しっかりこう、近づいていってください。これを鳥はうまくさばいて、します。で、こう、さばき方ですからね。一度、手形なので、さばいてすぐ、追ってここで制します。そして、打って、その手を上げて、手を持ち替えます。持ち替えるときは、柔道着は握りません。肘をつかむっていう感じですね。そこで、押すと落として、投げるということになります。だから、受けも取りも、しっかり打っていく、しっかりさばくというのを、確実にやってください。歩いて周りに入ったら、その構えて、そのまま押すと落として投げます。この時に押すと落としですので、軽いような動作にはなりませんので、そこの区別をしっかりしてもらえればなと思います。だから、構え、投げる時に、軽いですね、ここ。軽い動作ではしない。もうここでこう、しっかりで落とすという感じになります。はい、もう一回行ってみましょう。という感じになります。これもですね、タイミング取りづらいとは思いますけども、これもこう歩いてきて、周りに入ったら打つんですけども、なかなかこうタイミング的に難しいと思います。まあ、入った構えて打ってあげると、逆にタイミングが合うと思いますので、そこのお互いの息を合わせて、このペアもゆっくり。受けの佐川君が一度構えてから打っていきますので、しっかり鳥は対応できます。そしてあんまり大きく、上に大きく上げずに、まあ、かといって小さくでもないですけど、まあ、適当にいい感じで、オーバーアクションにならないように、そこでぐるっと
で、すぐ矢筈に手を当てます。で、この時に、忘れないようにするんですね。この時に、こうなった時に、大体こういう感じになる人が多いと思いますけども、こうはならずにしてください。こうさばいたら、これぐらいに音が、これちょっともう、おかしくなります。まあ、おかしくはおかしいですけど。だからしっかり、っていう感じで、で、顔の方に、振り回って、顔の方に、下げた左足を大きく振り出して、そして、波に、一回振り出す。という形になります。ありがとうございます。本当にも受けですね。受け、周りに入って顔を上げて、その状態で打つという形になります。この方が一番初めて教わった時は、ジャンプしたんですよね。今はもう、こういう感じはしません。周りに入って構えたら、もうその状態で打っていくということになります。で当てに入れるときは、これをこう、今お分かりかと思いますけども、さらに、相手を打つんです。はい。のが一つ。で、もう一個。はい。っていうのがあります。普段、この手がやってるのは、この状態で。という動作になります。どっちがいいのかよくわからないんだけど、要は、この打撃で相手を、仕留めるという意味じゃなくて、ここで、この一撃で動きを止めて、そして、はたかじめで決める。っていうことになれば、もっとここで仕留める動作よりも、っていう動作の方が理にかなっているのかなと思います。これも、まあ、様々な議論っていうか、ありますんですけども、まあ、今、このペアでやってる状態の方がよりいいのかなと思いますので、もう一度ゆっくりやってもらいます。次。
この切り方もありますね。曲げてこう、蹴るんじゃなくて、発達です。こうしたら、まあ、この状態で蹴ってという動作になります。で、鳥はしっかりさばきます。さばきます。決めの方と違って、体を、は正面に引きません。この状態で足首を外側にひねって状態で手で押します。押し倒します。はい。はい。じゃあ、最後、正面になりますね。はい。横蹴りの受けは、最後に3歩目を大きく少し開いて、で、踏み込んで、相手の脇腹を。蹴ります。鳥は、蹴ると、さばくときに右足を出したら止まります。もうちょっとゆっくりやりましょう。何時になるの？離れた場合、ゆっくり動きます。はい、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 この首使い玉7本、早い玉5本、担当、武器の部分をしたいと思います。まず担当。1本目。大体分かりますよね。前に入った鞘を押さえて相手を抜いて突こうとします。これを逆さにさばくんですけども、この時に気をつけてほしいのは、受けの方がもうこう完全に向かえると、おか、かずみっていうのかな、を目つぶしでこうしてますので、完全をこうしてやると受けなくなりますので、ある程度受けの方も本当についていくという感じで抜いて、ここで少し力の拮抗があった方が、より迫力があって、命令がついていいかなと思います。そうすると、しっかり、
役割がはっきり分かると思います。簡単にもう力を抜いた状態で当然、打たれて取られるんだからということで力を抜いて簡単にこうしたのとなかなか良くはないかなと思います。本当に力を込めてサイヤを抑えているときスクッという動作が一番いいのかなと思います。ちょっとゆっくりこっちからやったら見やすいのかな。見やすいようにサイヤを抑えて抜いて力を入れます。これが先ほど説明したように力を抜いてすると顔が完全に向いて打つところがなくなってきますのでしっかりある程度力を抑えていってさばいてでしっかり打つと、はい、打った手を手首を持って大きく上げてやがて持ち替えて引き落としますでしっかりここで決めます。ゆっくりもう一回ちゃんとこっちごめんゆっくりゆっくりはい、OK、はい、ごめん標本にはですね、整数っていう言葉になっているんですよね。整数っていうのはどういうことかっていうことなんですけども、ついたときに、ピタッとここで押さえちゃうと、なかなか、なんていうのかな、受け流すことによって顎が引き出されて出てきます。そこを打ちますので、どちらかというと、受け流すっていう言葉に、方がいいのか、まあ、制しながら相手を少し今引いて、アドバイスしてという感じになります。この時に一番やっていけないのは、下から腰を低くして手首を持って決めに行かないことですよね。そうすると、今やったみたいにしっかり返すので、素早く持って、そのまま。はい、ここがいいと思います。じゃあ、もう一回ゆっくり。っていうふうになります。はい、ちゃんと最後。はい。並びつけてまずはしっかり前に構えて相手のこのここをしっかりこう刺す感じですねに入ってください。適当なことしないでしっかり構えたらここでしっかりこう刺すというか感じで打っていってください。それを問いは構えて手が出す本当にしっかり手首を握るってでそのまま固定返しにかけます。
形で大きく広げて投げます。投げて、内側の手を入れて、関節で決めます。決めて、前って引っ張ってから、カウントを取ります。ゆっくり。カウントを取るときは、右足にね、しっかり挟んで取ってください。このときに、オーバーアクションならずに、こう、取ったぞっていうんじゃなくて、自然に取ってください。それでは、ゆっくりポイントポイントで、まあ、3つを通して、見てもらいます。はい、はい、で、担当参考が終わります。一つだけ説明し忘れましたけども、直突きですね。直突きの時に鳥は指でさばいてください。こうして指でついてきたら、はい、ただ左にこうして開くんじゃなくて入ってさばきます。こういうふうに入って下がります。で、しっかり手をもう静止するっていう言葉になるんですかね。で、しっかり顎を支えて、顎を打って下から進んで、そのまま脇が下げて入れるとなります。次か、じゃあ手をいきます。ゆっくり見られる。はい、これもですね、周りに入ったら釣り上げるんですけども、どの周りが一番いいのかっていうのがまあ、あるとは思うんですけども、あまりにこう、歩み寄ったときに近すぎても逆にちょっとやりづらいというか、動作のことが大きく、小さく見えますよね、こうなると。小さくなります。かといって、遠くにすると、鳥の方が逆に大きく振り出すと、飛びませんよね。周りっていうのは、まあ、お互いペアですので、ある程度自分たちがいい周りを作ってください。で、振り上げるときも、ここは大きくまっすぐ振り上げちゃうと、逆にちょっと取りづらいと思います。大きく取りづらいと思います。ですので、しっかりこう、少しこう、振る感じの方がいいかなと思います。直接上げると逆に、それとしてはなかなか取りづらいかなと思いますので、周りに入ったら、でここ で大きく鳥は入ってます。でこの時に顎をつくんですけども、まあ、触ってる、国際的にはこう触ったらダメなんですかね。
つかね。まあ、当てには入れないということになってる。なってますけど、まあ、大体、触れるぐらいでいいのかなと思います。で、後に大きく、で、投げるようになります。うん、これも周りに入ったら大きく構えて、腕は相手のこの担ぎを目がけて打っていきます。まだ大きく、鳥が大きく下がります。で、ウトをまず拳で当てて、でその次に大きく手刀で当てて、同時に上腕は持ってそのまま押します。押し倒します。というふうになります。はい。じゃあ最後、これでいこうか。この周りの動きは構えてないですけど、さばいて、入れて、投げます。これも周りに入ったら、もちろんすぐ構えて打っていくように受けはしてください。この時に、すぐ時にあまり上を近くに持ちすぎないように、大体こう間を作って押す、上げられるとこの中に手が入りませんので、つくときはちょっと置いて注意してください。で、鳥はさばくときにはさばくときには右へ右足持ち替えて足替えながらで風邪を入れます。こういう感じ。で、それを軸にして大きく投げることになります。この時にですね、結局決めて流れるんですけども、ダンスのようになっている国がよくあるんですよね。こうしたらもう約束で、感じでなっているので、これについてはあんまり良くないなと思います。しっかり、中で軽く決められていくので、こうやりますので、なんかガンのようにこう、1、2、3っていうのは良くないなと思います。構えてついていきます。じゃあ、上3歩ゆっくりお願いします。
はい、最後、拳銃いきます。まずは正面向けですね。さばき方と銃をしっかりこう取る時の動作をしっかりいきます。まずはお腹につきます。まずはで、この時に体を重効果必ず反らすという動作をしてください。で、銃を握って手首を持って抜く時ですけども、相手の右脇下を通すと言いますかな、感じで抜いてください。まずは位置は銃口を体から外す、で持つ、で脇下を通す感じで抜くと。はい、これを早く一気に。よね、腰が前、はい、そうですね、動作をゆっくり、まずは銃口を体さばいて、さばきます、銃口を外します。で、今度は下から持って、そのまま横にひねりながら、そっと銃が取れます。で、銃口を自分に振られるように、自分で相手の顔面を突きます。そして、これをやった方がいいのかな。もう一回、この銃の銃の取り方ですよね。まずはしっかり上から押さえつけます。そして下から持って、そのままこうひねる感じですよね。こういう感じでひねって、で、中間を受けないで顔面を打つっていう。よし。で、下で、えっていう感じですね。もう一回、行きます。えっ最後、やめつけ。この時にあまり押したすぎてもよくありますよね。つくとかね、大体背の中ほどが一番いいのかなと思います。そしてこうした時に鳥は素早く大きく回転をして相手の銃の持ち手を決めます。それから銃を持ってそのまま出だしまでので
ということになります。で、終わりますね。ちょっと失敗談の話をさせていただきます。私の管理ラインの時にですね、個人室をやりました。その時に、私は取りをしてたんですけど、要は、背面付けの時にですね、こうして、で、こう普通はこう、しっかりこう、力を入れて押されるはずですけども、回転した時に、力が抜けてたんですよね、受けの。そこでもう、ふにゃっと受けがなりまして、きちっとしたことをやったつもりですけども、ちょっと安定性に欠けた部分がありますので、受けの方はしっかり力を入れて、回って、特に決めた時もしっかり張ってあげた方が、よりいいのかなと思います。私の失敗なんです。こう回った時に完全にもう力が抜けてて、こう投げるっていうか、まあ、うまく飛んでくれたので、ことだけを得ましたけれども、ちょっと自分なりの今、後悔があります。だから、受けはしっかり、しっかりこう、力を入れてもらった方が、より鳥としては取りやすいですよね。そこのところを注意してやってもらえればなと思います。じゃあもう一回、最後。はい、ありがとうございじゃあ、拳銃3本続けて、もう押しでやってもらいます。という拳銃、武器の部担当上拳銃と今説明しました。では皆さんから質問をいただいたので質問にお答えしたいと思います。まず振り下ろしの2打目は受けの顔面で止めるのですよねっていうご質問をいただいたんですけれども、こちら今からデモンストレーションやっていただきます。ゆっくりやってもらいます。落ちます。それから押して押し倒す動作になりますので、当て身は寸止めになっているので、当てて押すように見えるせざるを得ないという。なんとなく一本目は顔面を打ちますからね。で、次に二段目はしっかり手の中で糸を打ちます。で、次に押し倒す動作になりますので、そのままくっついたまま押して動作になります。で、答えになってるから一発目が顔面で、二発目が顔面で、一発目は
顔面、2発目はしっかり手形で5といきます。では2つ目いきます。はい、担当の場合の斜め突きで膝で受けを制するときの膝を当てる位置や当てる方向を教えてください。はい、ありがとうございます。上げたら相手が勢いをこちらの方向にこう伸ばれるような動作にならないようにここで、爪の部分で相手の体を動かないように制御します。そうですね、こちらの方に行かないようにしっかり体を押さえると。相手のどこの部分を押さえてますか？より距離したぐらいですかね、にちょうど当てるぐらいですの方がいいと思います。ありがとうございます。いいですかね、次いきますね。腰構えで銃を奪った後に銃まで撃つ部位は顎ですか、左顔面ですか。教本にはですね、顔面というふうに書いておりますので、顎ではなく顔面を打つように。顔面というのはもう全部ですよね。左だけじゃなくて、左だけじゃなくて全部のことを顔面と言いますので、大きく捉えてください。その部位部位じゃなくてですね、顔面という言葉が書いてありますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。腰構えですね。腰構えで鳥の最初の重心を避ける動作、遠くないですか、右に肘が伸びて右に引き離すのが難しいです。このペアの場合の時ですよね、しっかり構えて、このペアは何回も何回もその訓練練習し重ねていますので、さほど無理なく取ってはいますよね。一つ受けの動作の、まあ、テクニック的な部分ですけども、しっかりとした腰構えをすると、まあ、なかなか取りづらいと分かります。じゃなくて腰構えでも少しこう相手が取りやすいようにこう前に出してあげるぐらいのことでも腰構えにもなるとは思いますので、そこは、お互いのペアの感覚でやっていただければなと思います。しっかりとした腰構えですと、やっぱりなかなか相手がその無理がかかるかもしれないので、少し受けの方は出してあげてもいいのかなと思います。これは受けの方のテクニックになりますけども、まあ、少々しっかりとしたものでもなくて、しっかり少し取りやすいような形にしてあげてもいいのかなと思います。さほど想定に関してはあまり深く考えずに取りやすいようにしてあげるといいかなと思います。続けていいですか。はい、回転付けでの拳銃のさばき方を教えてください。細かく教えてください。右肩を下に下げながら足をさばいてしっかり動きます。向かい右肩を下げる。だから回ります。回って、
でも問題あげます。わかりました？細かいことですね。はい、もう一個次いきますね。はい、次、両手取り、片腕取り、直付けなど、肘を制され、決められた時の受けの姿勢、目線はどのあたりを見ていますか？頭が下がりすぎてもダメでしょうし、平行姿勢を取りすぎても大爆笑になってしまうのでは？どこら辺見てますか？受けが決められた時、受けの立場で、こうある。でもしないし、こうでもないってことでした。どこ見てますか？どこら辺を、頭の位置とか目線の位置とかはどこら辺を見てますか？私自身は相手を基本的に見るんですけども、決められてるので純粋に見れないので、それを少し下げたあたりを見てると思います。だから、まあ、要は少し決められてるので顔じゃなくて腰とかそういう感じだよな。そうですね、なりますよね。一回両手取りの一回さ、両手取りの時の、受けの決められ方ですね。ゆっくりやってもらいます。体上がりませんよね。かといって頑張ってるのか頑張ってるのか、こう抵抗しようとするので、こういう形になるありません。しっかり相手 の、まあ、腰の辺を見てる感じになるのかなとは思います。でもあとね、挙手されてる方がいるんで、深田さんという方、はい、質問よろしいでしょうか？はい、お願いします。ありがとうございます。江梨柔道協会の深田です。振り下ろしの際なんですが、逆剣、手刀で宇都に当てて、杖を取ると思うんですけど、その時の、足の進め方は、左手で逆剣、手刀を打ってから足を進めればいいですか？やってみてます。見ますので、はい、よく見てください。はい。はい。はい。うん、っていう感じになります。わかりました。打った後に情報を取りながら打とう、こうして当てて、で打ちますよね。打って、で情報になります。わかりました。今この逆方向から見てもらいます。はい、体重と足の弾みよく見てください。はい。なります。ありがとうございました。はい、いろんな動画を見てると、その打ちながら進んでるっていうのも見たりするので、とても勉強になりました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。最後、じゃあ1個だけもう1個質問来てるので、最後に1個だけ質問。腰構えで銃を奪った後に顔面を打ちますが、その時銃口は上ですか？横だと銃口が正面向きますが、問題ないですか？ないですか？問題ないです。全然問題ないです。何の問題もないです。何の問題もない。大丈夫ですか？じゃあ、一応こう正面に向けたら失礼かなと思って、そういう質問になったかと思いますけども、まあ、シリアはお尻に向けたりはしなければ、ほとんど平気だと思います。いかがでしょうか？はい、ありがとうございます。最後になりますけども、大会も、まあ、全日本も6月にあります。まあ、2人でペアで技の練習になっているかと思いますけども、できれば、人前でやる練習を取り入れてもらった方がいいと思います。要は本戦になった場合には、まあ、審査員もいて、観客もいるかどうか分かりませんけども、大勢の人が見るところでやりますので、お互い2人だけの練習じゃなくて、より人前でやる練習も取り入れた方が、より緊張感っていうか、また慣れてきていいかなと思います。まあ、試合まで期間はありますけども、頑張って練習していただければなと思います。
はい、それぞれ頑張ってください。これで、ご審査の方を終わらせていただきます。はい、お互いに。